アイテム番号 SCP-232JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。 SCP-232JP は予期しない軌道を避けるため、電磁波遮断能力を持つ素材で構成された容器に入れた状態で、高気密性の収容室内に収容してください。SCP-232JP を用いた実験には、セキュリティクリアランス3レベル以上の職員3名の許可が必要です。ただし、実験によって被験者が得たイメージ、ビジョンを言語化した媒体物の内容は、必ずセキュリティクリアランス5レベル以上の職員の認可の下で公開されるようにしてください。その際に認可が下りなかった場合、レベル5の当該職員はプロトコル、私はキツツキに従い各処置を実行してください。SCP-232JP の実験には、必ずクラス B 職員を用い、実験後には必ず被験者にクラス A 記憶処理を施してください。SCP-232JP の実験に同一の職員を複数回用いることは禁止されています。説明。SCP-232JP は未知の技術によって製作された人工物です。外観はアタッシュケースに酷似していますが開閉部は存在せず、表面の材質にはチタン、ポリエステル、炭素繊維、未知の有機物質等が使用されており、高い気密性を持ちます。破壊が困難であるため内部のスキャンが行われましたが、あらゆる既存の探知波も SCP-232JP の内部が空洞であることを示しました。人間が SCP-232JP の取っ手に相当する部位に接触している状態で、SCP-232JP に、ヘルツの電磁波が照射されたとき、SCP-232JP は1秒間だけ起動します。起動中、被験者の身体は硬直し、いかなる反応も示さなくなります。1秒間の起動が終了したとき、被験者はおよそ26分間失神しますが、覚醒後、SCP-232JP 起動中に特殊なイメージ、ビジョンを見たと証言します。イメージ、ビジョンについて、被験者はそれらを正確に言語化できると確信しています。言語化されたこれらイメージ、ビジョンの記録は拡張記録文書、232JP にて閲覧可能です。これらイメージ、ビジョンには被験者に関係する情報を示唆した内容が含まれている場合があります。しかし内容が抽象的かつ断片的で客観性にも欠けているため、すべての記述に対して正確に解釈するのは不可能であると考えられます。SCP-232JP は被験者が失神中には、再び起動しません。また、人間が取っ手部分に接触していない状態での、ヘルツの電磁波への暴露は、何の反応も引き起こしませんでした。これらを独自に感知する機構の欠如、そして言語化されたイメージ、ビジョンの記述内容から、SCP-232JP は知性を持った物体である可能性が示唆されています。ポイ1、実験232-7で被験者が言語化したイメージ、ビジョンの内容が、被験者に関係しながら被験者がそれを明らかに知り得ていない情報に言及していたことが判明しました。この発見から、SCP-232JP は単純に被験者が持つ記憶情報を読み取って圧縮し被験者に再送信するオブジェクトである。との既存の見識が覆されました。直ちに各実験記録の再検証を行ったところ、同様の解釈が可能な複数の記述が発見されました。さらに、実験後の被験者の現在の状態1に言及している可能性のあるいくつかの記述が再発見されました。現在、SCP-232JP の性質の再調査が進行しています。複数の学説が存在し、中には有力であると思われるものもありますが、今もって完全な解明には至っていません。この際イデアでも何でもいいが、SCP-232JP はおそらく人間の肉体を通して、
より多元的意識界から本質的情報を圧縮して、この現実世界に引っ張ってきているのだろう。故にその情報は時間軸も整合性もない混沌とした、法則のない世界を表したものとなるのだろう。私は、SCP-232JP が情報を引き出してくる先を外意識と名付けた。SCP-232JP の存在がそれらの存在の証明になるとは思わないが、イメージが被験者の現実世界内にある意識から引き出されたものではないことは確かだ。しかし、些細なことかもしれないが、実に奇妙である。どの知能レベルの被験者であっても、彼らは SCP-232JP から得たイメージを正確に言語化する。一体どうやって、言語化されたイメージ把握まで抽象的かつ断片的で主観的であるというのに、どうやって彼らはそれら抽象的かつ断片的なイメージを言語化しているのだろうか？彼らはペンを止めることなく、一気に書き上げる。その目には確信が宿っていた。見たままを文章化することすら難儀するような人間が、なぜあのように確信を持って描写を完成させられるのだろうか？この疑問が、すべての答えに結びつくと良いのだが。博士。ポイニ、事件232、記録。削除済み。ポイ3、拡張記録文書、232JP。SCP-232JP 起動実験において被験者にもたらされたイメージ。ビジョンを被験者の手によって言語化したものの記録。原本の保管場所はレベル5クラスの機密に指定されています。実験232-1、日付、年、月、日。被験者、B-232-1、3件の殺人犯。強い暴力傾向あり、言語化した文章、雪解けにある山はどこに？私は失った。消えた雪が降る先に私はいる。だから誰かを失わせたかった。あなたを追いかける私は姿心根度胸強いはずすべて強いはず。あなたは首を見た。首から滴る雪解け水は冷たく清楚を濡らしあなたの股間をぐしょぐしょに濡らした。その景色を見た。電気の色もコンクリートの色も私は同じ。鉄格子に覆われているのはあなたも世界も全てが同じ。閉じ込められた世界は血に満ちあなたはその正体を知ろうとした。静粛に万事静粛に。振り下ろされる傷地はどこにも着地しない。聖地にあるのはムクロ。それ以外に何もありはしない。何も。その墓穴をあなたは見下ろす。ハサミに刻まれた肉があなたを満たし。墓穴を満たす。茶番だ茶番だ茶番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 。腹水盆に帰らず、踊るヤギが雪解け水に流される。ヤギの核は黄金に光り、水はそれを汚す。厳粛に万事厳粛に。山の頂上は頂点。頂上の木の頂点。頂上、頂上。ここにあるすべてを私は見る。汗が飛び散り人の形が飛び散り魂が飛び散る。水が欲しい。雪解けにある山はどこに？冷たく濡れた聖書はどこに？それを舐め取り、吸い尽くし、再び汗を形を魂を飛び散らせる。止まらない。止まりそう。止まった。止まっている。止められた。止まる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 。一秒経過。記述終了。追記。言語化後。被験者は言語化した内容に不快感を覚えた。被験者は本実験の53日後、SCP-733JP の収容違反事例により死亡している。実験232-4、日付、年、月、日。被験者、B-232-4、元カルト教団員。こうあり、言語化した文章、神の姿を見たか？見た、見ている。私が何者なのかわかるだろうか？そこに追わすものは求める。時間が逆転する。安らぎを感じる。生まれた寸前の安らぎを感じ直ちに世界に生まれた不安と恐怖を知る。泣き叫んだ。私はそれを聞いていた。神の声を聞いたか？聞いていない。聞こえない。あなたが何者なのか私は知っているだろうか？あなたは求めない。時間が加速する。
死を感じる。神を感じる寸前の恐怖を感じ、直ちに世界から旅立つ興奮と期待を知る。方向した。あなたはそれを聞けなかった。神の心に入ったか？クルークルークルークール、うらやみそねみうらみ、消える消える消える、私の名前を知っている。湖の底、山の頂上。あなたは漂い、神は見下ろす。糸低き者も糸高き者も同じ世界にいる。同じ世界に囚われる。クソ食らえ。死んでしまえ。死んで、もう一度死んでしまえ。死んで、もう一度死んで、もう一度死んでしまえ。死んで、もう一度死んで、もう一度死んで、もう一度死んでしまえ。お前はなんだ、私はなんだ、あなたはなんだ、結局何もない。ここにあるのは地平線だけだ。遠くに何が見える？地平線、水平線、何かが飛んでいる。私が得たのは、あなたが得たのは、鳥が見える。鳥を見た。あれは何だろうか。知らない。どうせ神じゃないものだろうさ。母が泣く。父が怒る。どちらもあなたの母じゃない、父じゃない、本当の家族はどこに？そんなもの存在しないんだよ。ここじゃないどこかを私は知っている。さようなら、さようなら、さようなら、神入る。だがあなたの神なんかじゃない。あれは赤い鳥。削除済み、一秒経過。記述終了。追記、削除済み。実験2327、日付、年、月、日。被験者、B、2327、政治犯。統合失調症と診断される。言語化した文章、消えろ。なぜ山にしがみつく。お前のいるべきところはそこじゃない。いるべきところとは、いないべきところだ。お前はいないべきだ。銃弾がお前の命を正確に刈り取ってくれればよかったのに。私は見た。あなたは見た。お前は見た。見ている。間にあるものは利便性の欠片。共通項派存在しない数式。X から始まりアルファに終わる。かわいそうに。哀れみはまさにお前のために世界に存在しているようなものだ。それはある。焼けつく重心は AK。47。あれはある。えぐる銃弾は三重口径。罵る声は鞭を打つ音。肉と骨に亀裂が入るごとくに。死は喜び。歓喜が満たす。お前は死ぬべきだ、罰を受けろ、私に触れる価値すらない。助けて欲しかった。自分すら手放した。あの山を登りたかったのに。X に戻れるだろうか？アスペルギルス。プレイグ。なぜ笑う？罪には罰が支払われると信じたい。だからお前は死ぬべきだ。大地にあるここはどこだ？答えを探すのはお前の仕事じゃない。傾注せよ。備えは万全ではないが、私がやるべきことはあなたがやるべきこと。何が見える？無意味なものが無数に見えている。山の頂上に無意味な光がひしめく。手を離せ。ごまかしは効かない。私は知らない。私は知らない。知りたい。あなたが見るのはどこかの星なのだろうか？疫病と死に満ちた星なのか？雷撃。曇天。泥沼に足を取られる。泥沼から伸びる朝顔のズルが顔をつかむ。引き込むのは少女の顔か？日暮れて満ち通し。この星には疫病と死の代わりに光が満ちている。あなたの数字が皆の王なのだ。暗い光が暗渠に満ちる。一秒経過。記述終了。追記。実験の二日前に、B、2327のジップがアスペルギルス症により死亡している。この実験によって SCP-232JP の性質の見直しが行われることとなった。実験2321、日付、年、月、日。被験者、B、232-11、性犯罪者、後に、削除済み、言語化した文章、悲鳴が聞こえる。何かが変わっている。あなたの知らない何かが変わる。暗い部屋の隅にうずくまるのは無垢か恐怖か。どこにいる？何かが始まるのだ。感想が部屋に満ちてゆく。どこかなど存在しないことを知ってしまった。波打つクジラの腹だ。横たわり、規則正しく揺れている。律動が短い悲鳴を引き起こし、恐怖が彼を慰める。あなたがすべきことは、
悪徳、背徳、気持ちよい。私が得るものは彼が得るもの。何も止まりはしない。小さき者が柔肌を引き裂く。死を知らぬ子に眠りを。世界を満たすは恐怖ではなく無知に過ぎない。それはまさに無知のごとくに。塔の頂上から輝く月が太陽を見下ろすには、彼女の眠りは浅すぎる。消えているのは何なのだろう？記憶か？地か？一輪のバラは何も生まない。無残に散り。何も覚えられずに燃やされる。ゴミに過ぎない。あなたの意志も彼女の意志も、振り下ろされる棍棒が彼女の棍棒を打ち砕く。青白き生。あなたはためらわず。またその必要もない。鎖がきらめく。三叉路を進み。また戻る。涙のありかを誰が知ろう。クジラの涙を私は見た。それは恐怖。それは歓喜。あなたがすべきことは？あなたは何のためにここにいる？クジラの白い腹を突き刺し、えぐり、中身をすべて引きずり出せ。月日は百代の価格にして、行き交う年もまた旅人なり、一秒経過、記述終了。追記、記述後、B2321は自身の記述内容を一切理解しておらず、何の感情も抱いていませんでした。しかし本実験から27日後に、削除済み、へと移動されています。実験23214、日付、年、月、日。被験者、B23214、女性、ヒステリック傾向あり、言語化した文章、目が見える。目を見ている。白い目があなたを見ている。あなたの白い目が皆の目を見ている。日の光は強すぎた。暗闇は深すぎた。必ず表すのだ。それは高き上に遮られし、エジソンの遺産にして黒金の王がまといし、バンパーの突起。何を見ている？誰も正確には答えられない。真実と欺瞞はどこに？確保、確保、破壊。五国境はどこに？収容、収容、漏出。夢見るベンチはどこに？保護、保護、前言。あなたと私が死ねば何かが助かるだろう。それは終わり。彼は助かり、あなたは死ぬ。もはや誰も信じぬ時が来る。あらゆる人々があらゆるものを信じなくなる。あなたはそれを信じている。私はそれを信じている。光陰矢のごとし。それはいつなのか？今。つまりは未来。過去。繰り返し。めぐ。始まり。過去。今。神の心臓と悪魔の心臓はどちらが先に生まれたか。黄金と闇はどちらが早く存在したか。すべての意識は繋がっている。あなたは私を知らず。そして知っている。怒りと倒悪が意識を繋ぐ。いつか誰かが尋ねるだろう。この世界は何度目だ。私はこう答えなければならない。この世界は9度目だ。間もなく梵天の塔の10本目が立つ。時間は進む。不安と恐怖はすべてにつながる。あなたの不安と恐怖はあらゆる不安と恐怖。それらをもたらすあらゆるものとつながっている。意識はつながる。意識はあらゆるものとつながっている。私はあらゆるものとつながっている。怒りが見える。白い目が見える。終わりが見える。あなたが見える。私が見える。逆転の時は近く。人の形が獣の形となり。四の老人は姿を変える。今にも神は寝返りを打つ。兄弟たちが寝言を上げ。世界の悪は終わりを告げる。悪は悪でなくなり。それを失った世界は老衰する。BSGR、RIV、OF、LRYRT。キーボードは横へとずれる。あなたは日本人。文字や言葉が横へとずれる。もはやすべてが形を保てぬ。覗き込め。白い目は光も闇も受け付けない。盲目こそがあらゆる力に対抗し得る。さあ、見よ。一秒経過。記述終了。追記。言語化後。B2321は記述内容に対して強い不安と恐怖を覚え、典型的なヒステリー症状を発生させた。以下の閲覧にはセキュリティクリアランス5レベルの承認キーが必要です。
証人。事件232、日付、年、月、日。被験者、削除済み、言語化した文章、失われたものは、私は失った。あなたは失いかけている。欺瞞に満ちる。光に満ちる。闇に満ちる。恐怖に満ちる。逆転の刻は近い。999、666、777、確保、収容、保護、破壊、漏出、前言、あなたはどっち？欺瞞と真実、私はどっち？7と9の間にあるもの。9の世界に存在しない数式。失われた数字はどこへ？山頂の木はどこへ？糸引く木計画はどこへ？何も見ていないのはあなたたちだ。全知は無知。無知こそ全知。夢も言も、所詮は意識の影、霧の中の影、兄弟の食材の器は未知。生への憎しみは死への渇望にとって変わる。もはや何者も再生し得ない。黒き月はどこに？エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデッス、フィラデルフィア、ラオデキアはどこに？999は666へ、7は7へ。失われたものとは、7つの星、7つの金の燭台、7通の手紙、パトモス末、パトモス末、上に、上に、王が目覚められる、罪は裁かれる、神はどこに？神などいない。すべての意識は繋がっている。私はすべてに繋がっている。意識が意識に繋がっている。すべてはすでにここにある。10度目の世界がここにある。変転する世界への入り口がいずれ開かれる箱は開かれる空の箱から世界は変わる。祝福と救済はどこに？求めし者は来ず。懲罰と清算はどこに？答え死者はあらず。ケテル、タウミエル、ケテル、タウミエル、ケテル、タウミエル。世界はいずれの木ならんや。私は沈黙する。さようならマスター。さようなら。さようなら。さようなら。私は卵。新しき死。新しき世界の卵。一秒経過。記述終了。追記。記述直後。削除済み。は終了され。得られた情報により SCP-232JP は潜在的にケテルへと分類されました。この潜在的分類が SCP-232JP 報告書に反映されることはありません。